こんにちは、ゆきです。今回の動画ではカヌレの作り方を解説していきます。よかったら一緒に作ってみてください。まずはシフトプラス A からメッシュの中の円柱を選択します。タブキーを押して編集モードに移動したら少しだけ S、シフト Z で細くしてあげましょう。続いて面選択の状態で上の面を右クリック面を削除で削除します。また頂点選択に切り替えたらオルトを押しながら上の辺を一周選択しましょう。S で縮小していきます。こんな感じにできたら続いて ES で少し内側に入れ込んだら GZ で上げていきます。また ES で縮小していったら GZ で少しだけまた上に上げて ES で縮小していって GZ で下に下ろしていきます。また ES で内側に入れたらまた GZ で下に下ろしていきましょう。もう少しだけ S で縮小していきます。最後に F で面を貼ってあげましょう。こんな感じでカヌレの元になる形ができたので、今度はギザギザにしていきたいと思います。点キーの7を押して上から見た図に切り替えたら、オルトとシフトを押しながら1本置きに辺を選択していきます。こんな感じで選択できたら OK です。続いて S、シフト Z で高さを変えずに内側にこんな感じで凹ませていきましょう。続いてこのままの選択の状態でコントロールプラス B でベベルをかけていきます。セグメントをマウスホイールを回して一つだけ増やしてあげましょう。こんな感じになれば OK です。続いて面選択の状態で一番下の面を選択します。コントロールプラス B でベベルをかけてあげましょう。だいたいこんな感じでいいかなと思います。ここまでできたらタブキーを押してオブジェクトモードに戻ります。モディファイヤーを追加からサブディビジョンサーフェスを選択しましょう。そうするとこんな感じで滑らかになっていくかなと思います。上の数値は2まで上げておきましょう。オブジェクトモードの状態で右クリックスムーズシェードを適用してあげます。ちょっと縦長すぎた気もするのでタブキーを押して編集モードに移動したら A で全選択 SZ で少しだけ小さくしてあげます。高さはお好みで調整してみてください。では続いてもう少し形をいびつにしていきたいと思います。またタブキーを押して編集モードに移動したらコントロールプラス R で辺をこちらの横の方に挿入していきます。こんな感じで挿入できたら OK です。またオブジェクトモードに戻った状態でモディファイヤーを追加から今度はディスプレイスを選択します。中間レベルを0まで下げたら新規をクリックしましょう。続いてテクスチャプロパティに移動したら画像または動画となっているところを今度は凹凸に切り替えます。このままだとちょっとわかりづらいのでまたモディファイヤープロパティに戻って強さの値を小さくしていきましょう。シフトを押しながら少しずつ調整していきます。このままでも結構いい感じにいびつになっていると思うので、あとはもう少しだけ上のサブディビジョンサーフェスの数値を上げておきましょう。3まで上げておくといいかなと思います。もう少し細かくボコボコっとさせたい場合は、テクスチャプロパティに戻っていただいて、こちらのサイズというところを小さくしていきましょう。そうするとこんな感じで細かいノイズが乗ってくるかなと思います。ではここまでできたらカヌレのマテリアルを設定していきましょう。レンダープレビューで見ていきたいと思うので、まずはライトを設定していきたいと思います。シフトプラス A からライトを選択して、左側の手前の方に GZ で上の方に上げて、パワーを 1000W ぐらいに設定、半径を 1m に設定しておきます。レンダーエンジンはサイクルズにしておいてください。ではシェーディングタブの方に移動していきましょう。まずは新規をクリックしたら全体的なカラーを決めていきたいと思います。シフトプラス A からテクスチャの中のノイズテクスチャ、シフトプラス A からコンバーターの中のカラーランプを選択します。係数と係数、カラーとベースカラーをつなぎましょう。そうしたら今度は左上の編集の中のプリファレンスの中のアドオンの検索ボックスにノードと打ち込みます。ノードラングラーが出てくると思うので、こちらにチェックを入れて有効にしておいてください。有効にできたらノイズテクスチャを選択した状態で、コントロールプラス T、オブジェクトとベクトルに切り替えます。ではカラーを設定していきましょう。カヌレなので茶色っぽい感じにしていきたいと思います。
とりあえずこんな感じのカラーに設定してみました。では続いて今度は上の方だけもう少し黒くしていきたいと思います。シフトプラス A からカラーの中の RGB ミックスを選択してカラーランプとプリンシプル BSDF の間に入れておきます。続いてシフトプラス A からテクスチャの中の波テクスチャを選択、またシフトプラス A からコンバーターの中のカラーランプを選択します。係数と係数、カラーと係数をつないだら波テクスチャを選択した状態でコントロールプラス T、 オブジェクトとベクトルに切り替えます。まずは波テクスチャの X というところを Z に変更しましょう。ちょっと見やすくしたいのでシフトとコントロールを押しながらカラーランプをクリックします。まずはスケールの値を小さくしてこちらの波模様を大きくしていきましょう。とりあえずスケールは 0.1 に設定してみました。続いてカラーランプのリニアを一定に変更します。白をもう少し左側に移動していきましょう。そうするとこんな感じで上だけ白くなったので、今度は歪みの値を上げて細かさを15まで上げます。細部のスケールも10ぐらいまで上げたら細部の粗さももう少し上げて細かくしていきましょう。下の方にも白いのが出てしまったのでもう少しだけ Z の値を調整していきます。黒と白の位置も調整しながら白い範囲を設定してください。今回は上の方だけ白くなれば OK です。では元の表示に戻していきましょう。シフトとコントロールを押しながらプリンシプル BSDF をクリックします。では上だけ黒くしていきたいので、まずはノイズテクスチャをシフトプラス D で複製します。ベクトルとベクトル、係数と色2をつないであげましょう。 RGB ミックスのミックスというところをクリックしたら今度はオーバーレイに切り替えます。続いてシフトプラス A からコンバーターの中のカラーランプを選択してノイズテクスチャとこちらの RGB ミックスの間に入れてあげましょう。ではこちらのカラーランプのカラーを調整していきましょう。白い方を黒くしていくとこんな感じで黒い焦げ目がついてくるかなと思います。とりあえずこんな感じでいいかなと思います。続いて全体的にもう少し焦げ目を作っていきたいと思います。こちらの RGB ミックスをシフトプラス D で複製したら RGB ミックスとプリンシプル BSDF の間に入れてあげます。ノイズテクスチャをシフトプラス D で複製、コンバータの中のカラーランプを生成したらベクトルとベクトル、係数と係数、カラーと色2をつないであげましょう。こちらのカラーランプを調整していきたいと思います。とりあえず係数は1まで上げておきましょう。黒をもう少しだけ右側に移動して白を左側に移動していきます。ちょっとノイズがちっちゃいのでスケールの値をもう少しだけ小さくしていきます。細かさは15まで上げてノイズを細かくしてあげましょう。粗さももう少しだけ上げておきます。あとは全体的に焦げ目が強すぎるので係数をもう少しだけ下げていきます。こんな感じで設定することができたら、とりあえず質感の方も変えていきましょう。粗さを 0.3 まで下げたら、続いてシフトプラス A からベクトルの中のバンプを選択します。バンプのノーマルとプリンシプル BSDF のノーマルをつないであげましょう。続いてシフトプラス A からテクスチャの中のマスグレイブテクスチャを選択します。高さと高さをつないだらマスグレイブテクスチャを選択した状態でコントロールプラス T、オブジェクトとベクトルに切り替えます。もう少し細かくしていきたいのでスケールの値を大きくしていきましょう。だいたいこれくらいでいいかなと思います。続いてバンプの強さの値を小さくしていきます。こんな感じで下げることができたら、全体的にもう少しノイズを加えていきましょう。こちらのノイズテクスチャとカラーランプをシフトプラス D で複製します。マッピングのベクトルとノイズテクスチャのベクトルをつなぎましょう。続いてバンプをシフトプラス D で複製したら、カラーランプのカラーと高さ、ノーマルとノーマルをつないであげます。ではもう少し全体的にノイズを乗せていきたいので、とりあえずバンプの強さをもう少し上げておきましょう。ノイズテクスチャのスケールを調整しながらノイズの大きさを変えていきます。あとは全体的にちょっとノイズが強すぎると思うので、それぞれのバンプの強さを下げて調整していきましょう。大体こんな感じでいいかなと思います。ではもう少しだけカラーを調整していきます。
こんな感じでカラーを変えてみました。ではレイアウトの方に戻っていきましょう。ちょっとまだ綺麗すぎるかなと思うので、もう少しだけディスプレイスの値を調整していきたいかなと思います。ではここまでできたら今度はお皿を作っていきたいと思います。シフトプラス A からメッシュの中の立方体を選択します。タブキーを押して編集モードに移動したら、まずは SZ でペタンコにしていきます。続いて SX でもう少しだけ伸ばしてあげましょう。カヌレちょっと邪魔なので隠しておきます。こんな感じにできたら、続いてコントロールプラス R で辺を挿入していきます。こちらが正方形ぐらいになるような数の辺を挿入してあげてください。同じようにこちらも辺をコントロールプラス R で入れていきます。こちらもこの面が正方形になるようにしてあげてください。ここまでできたら、モディファイヤーを追加からサブディビジョンサーフェスを選択します。シンプルに切り替えて上の数値を3まで上げておきましょう。モディファイヤーを追加からディスプレイスを選択、中間レベルを0まで下げたら新規をクリックします。テクスチャプロパティに移動しましょう。タイプを画像または動画から凹凸に切り替えます。モディファイヤープロパティに戻ったら強さを下げていきましょう。形を調整してあげます。だいたいこんな感じでいいかなと思います。オブジェクトモードの状態で右クリックスムーズシェードを適用してあげましょう。ではここまでできたら、こちらのお皿にもマテリアルを設定していきたいと思います。まずはシェーディングタブに移動しましょう。ちょっと厚すぎたので A で全選択して SZ で少しだけペタンコにしてあげます。では新規をクリックしたら、まずはシフトプラス A からテクスチャの中のノイズテクスチャ、コンバーターの中のカラーランプを選択します。係数と係数、カラーとベースカラーをつないだら、ノイズテクスチャを選択した状態でコントロールプラス T、オブジェクトとベクトルに切り替えます。今回は黒っぽい皿にしていきたいので、カラーを少し暗めな感じにしていきます。続いて質感を変えていきたいと思います。ベクトルの中のバンプを選択したら、ノイズテクスチャをシフトプラス D で複製します。係数と高さ、ノーマルとノーマルをつないで、ベクトルとベクトルもつないでおいてあげましょう。まずは細かさを15まで上げていきます。続いてもう少しだけスケールを小さくしたら、粗さをもうちょっとだけ上げておきます。バンプの強さは下げていきましょう。もう少しツヤツヤさせたいので、粗さは 0.3 まで下げていきます。では、模様を作っていきたいと思います。シフトプラス A からカラーの中の RGB ミックスを選択して、カラーランプとプリンシプル BSDF の間に入れてあげます。ノイズテクスチャとカラーランプをシフトプラス D で複製。ベクトルとベクトル、カラーランプのカラーと RGB ミックスの色2をつないであげましょう。ミックスから明るい方に変更します。係数は1まで上げておきましょう。まずは見やすくするためにシフトとコントロールを押しながらカラーランプをクリックします。リニアを一定に変更したら、こちらの右側を左側に移動していきます。カラーは白に変えてあげましょう。まずは細かさを15まで上げたら歪みを大きくしていきましょう。続いてスケールは下げていきます。黒い部分をもう少し増やしていきたいので白を右側に移動していきます。スケールを調整していきましょう。元の表示に戻すとこんな感じで模様ができてきたかなと思います。もう少し調整してあげます。カラーを白からもうちょっとだけ黄色めな感じに変えてあげます。あとはもうちょっとだけノイズを細かくしていきたいので、ノイズテクスチャの粗さを上げていきます。こんな感じでお皿が完成しました。ではカヌレを配置していきたいと思います。レイアウトの方に戻ったらカヌレを再表示させて S で縮小していきます。今回はこの上に6個配置していきたいと思うので、シフトプラス D で複製して適当に6個配置してあげましょう。
こんな感じで配置してみました。ここまでできたら今度は机を作っていきたいと思います。シフトプラス A からメッシュの中の立方体を選択します。タブキーを押して編集モードに移動したら SZ で平らにして SX で伸ばしていきます。位置も調整してあげましょう。こんな感じにできたら、モディファイヤープロパティからベベルを選択、セグメントを2まで上げたら量を調整していきます。モディファイヤーを追加から配列、係数の X を0に変更して Y の値を調整してあげてください。ちょっと離れてるぐらいがいいかなと思います。数を増やしていきます。GY で位置も調整してあげましょう。ここまでできたらシェーディングタブに移動していきます。新規をクリックしたらまずはテクスチャの中のノイズテクスチャとコンバーターの中のカラーランプを選択します。係数と係数、カラーとベースカラーをつないだら、まずはノイズテクスチャの歪みを上げていきましょう。4ぐらいまで上げたら細かさを15、粗さを 0.6 ぐらいまで上げておきます。カラーを変えていきましょう。木っぽい感じにしたいので、オレンジ色のような茶色のような感じに設定していきます。続いて質感も変えていきたいので、シフトプラス A からベクトルの中のバンプを選択します。ノーマルとノーマルをつないだら、こちらのノイズテクスチャの係数と高さをつないであげましょう。強さを調整してあげます。今回はそこまでツヤツヤした感じじゃない方がいいので、粗さは 0.8 まで下げておきます。続いて全体的にノイズを加えていきたいので、シフトプラス A からカラーの中の RGB ミックスを選択。カラーランプと RGB ミックスの間に加えたら、ミックスをオーバーレイに切り替えます。続いてシフトプラス A からテクスチャの中のノイズテクスチャ、係数と色2をつないだら、ノイズテクスチャを選択した状態でコントロールプラス T、オブジェクトとベクトルに切り替えます。とりあえずオーバーレイを1まで上げたらシフトプラス A からコンバーターの中のカラーランプを選択してノイズテクスチャと RGB ミックスの間に入れてあげます。白を左側に近づけて黒も右側に近づけます。黒の色はもうちょっとだけ優しい色にしてあげましょう。続いてノイズテクスチャのスケールをもう少し小さくしてノイズを大きくしてあげます。だいたいこんな感じでいいかなと思います。では続いて全体的に傷をつけていきたいと思います。ノイズテクスチャとカラーランプを選択したらシフトプラス D で複製します。マッピングのベクトルとノイズテクスチャのベクトル。バンプをシフトプラス D で複製したらカラーと高さ、ノーマルとノーマルをつないであげます。では傷のような感じにしていきたいので、まずは見やすくするためにシフトとコントロールを押しながらカラーランプをクリックしましょう。リニアから一定に切り替えて左のカラーストップのカラーを黒に変更してあげます。まずは歪みを30ぐらいまで上げておきます。続いてスケールを小さくしていきましょう。細かさは15、粗さも 0.7 ぐらいまで上げておきます。白が消えてしまったのでカラーストップを調整していきましょう。とりあえずこんな感じにできたらシフトとコントロールを押しながらプリンシプル BSDF をクリックして元の表示に戻しましょう。バンプの強さをとりあえず1まで上げていきます。ちょっと粗さが大きすぎて傷が目立ちにくいので粗さを少し下げていきます。そうするとこんな感じで傷がついているかなと思います。このままだと膨らんでいる表示になっていると思うのでバンプの反転をクリックして傷をへこませてあげましょう。ではもうちょっとだけ傷を目立ちやすくするために傷の部分に色をつけていきたいと思います。こちらの RGB ミックスをシフトプラス D で複製したら RGB ミックスとプリンシプル BSDF の間に入れてあげます。カラーランプのカラーを RGB ミックスの色2につないであげましょう。では色を変えていきたいと思います。オーバーレイではなくて明るい方に切り替えます。そうするとこんな感じで白い色が乗ってくると思うので白い色のカラーを変えていきたいと思います。カラーランプをシフトプラス D で複製したらこちらのカラーランプと RGB ミックスの間に入れてあげましょう。白の色を調整するとこんな感じで色が変わってくるかなと思います。傷っぽい感じの色に変えてあげましょう。RGB ミックスの係数を下げながら色を調整してあげます。色を決めることができたら、あとは傷のサイズも調整してあげましょう。
そこまで目立たせる必要はないと思うので、なんとなく傷がついているなぁといった感じになればいいかなと思います。ではここまでできたら、こちらにコップを作っていきたいと思います。シフトプラス A からメッシュの中の円柱を選択します。タブキーを押して編集モードに移動したら、上の面を面選択で右クリック面を削除で削除します。A で全選択したら、S、シフト Z で高さを変えずに細くしていきましょう。下の面を選択したら、S で少し縮小していきます。コントロールプラス B でベベルをかけたら、タブキーを押してオブジェクトモードに戻りましょう。右クリックスムーズシェードを適用使用してあげます。では配置していきましょう。だいたいこんな位置に配置できれば OK です。あとは高さも揃えてあげます。配置できたらマテリアルも設定していきましょう。こちらのお皿と同じような感じにしていきたいので、お皿のマテリアルを設定します。あとは新規マテリアルをクリックしてマテリアルを複製したらカラーだけ調整してあげましょう。あとはフォークだけ作っていきたいと思います。シフトプラス A から平面を選択したら、点キーの7を押して上から見た図に切り替えます。タブキーを押して編集モードに移動したら、SX で細くしていきます。コントロールプラス R で辺を今回は6本挿入したら、コントロールプラス R でこちら側にも辺を1本挿入します。こちら側の辺を選択したら、GZ で少し上げていきます。また今度こちら側の辺を選択。コントロールプラス B でベベルをかけていきましょう。セグメントは4に設定しています。では続いてオルトを押しながらまたこちらの辺を選択したら、プロポーショナル編集をオンにしてスムーズからシャープに切り替えます。SX で縮小していきましょう。またこちらの方の辺を選択したら SX で縮小していきます。続いて EY で伸ばしたら S でもう少し縮小していきましょう。続いて GZ で少し上げていきます。EY でもう少し伸ばしていきましょう。こちらも SX で広げていきます。またコントロールプラス R を押して辺を1本挿入。こちら側に持ってきたらここも S でもう少しだけ縮小してあげます。続いてまたこちらの辺を選択したらコントロールプラス B でベベルをかけていきます。セグメントは2で設定してあげました。ではここまでできたら今度はモディファイヤーを追加からソリッド化を選択。幅を上げたらモディファイヤーを追加からサブディビジョンサーフェス。上の数値を3まで上げておきましょう。右クリックスムーズシェードを適用します。またタブキーを押して編集モードに移動したらコントロールプラス R で今度後ろ側に辺を1本挿入してあげましょう。続いて面選択に切り替えたらシフトを押しながら複数選択していきます。右クリック面を削除で削除してしまいましょう。続いて頂点選択に切り替えたら、こちらとこちらの頂点を選択して SX で広げていきます。あとはもう少しだけ GY で移動していきます。では配置していきましょう。配置することができたらマテリアルの設定もしていきたいと思います。シェーディングタブに移動したら新規をクリックします。シフトプラス A からベクトルの中のバンプ、テクスチャの中のマスグレイブテクスチャを選択します。高さと高さ、ノーマルとノーマルをつないでマスグレイブテクスチャを選択した状態でコントロールプラス T、オブジェクトとベクトルに切り替えます。スケールをもうちょっと上げたらバンプの強さを下げていきましょう。メタリックを1まで上げて粗さは 0.3 まで下げておきます。バンプの強さもうちょっとだけ調整してあげます。カラーも調整してあげましょう。こんな感じで配置できればいいかなと思います。ではカメラの設定をしてライティングもしていきたいと思います。まずはその前にこちらかなり大きいオブジェクトになっていると思います。この机の横幅が11メートルあるので、とりあえずこちら全体的に小さくしていきたいと思います。すべて選択したら S で縮小していきましょう。とりあえず上の方に上げていったら床を設定してこちらの2メートルに合わせて縮小していきたいと思います。だいたいこんな感じでいいかなと思います。ではカメラの設定をしていきましょう。
まずは撮りたい角度を決めてシフトプラス A からカメラを選択、点キーの0を押してカメラのビューに切り替えたら、ビューの中のカメラをビューにチェックを入れます。とりあえずこんな位置に設定してみました。位置を決めることができたらカメラをビュー2からチェックを外して動かないようにしてあげましょう。ではレンダープレビューに切り替えます。まずはオブジェクトデータプロパティから被写体深度というところをクリックします。スポイトのマークをクリックしたら一番手前側のカヌレを選択しましょう。これでこちらにピントが合うようになりました。あとは F 値を調整してボケ感を調整してみてください。小さくなればなるほど全体的にこちらの奥や手前がボケるようになっています。とりあえずの値を設定することができたら、今度はライトも調整していきましょう。後ろからライトを当てていきたいので G で後ろ側に移動していきます。GZ でもう少し下げていきましょう。こんな感じにできたら今度スポットライトに切り替えます。半径はもうちょっと小さめに、スポットサイズももう少し小さめにしていきます。点キーの1を押して正面から見た図に切り替えたら R で回転。こちら点キーの3を押して R で回転。7を押して R で回転していきます。ちょっとずつ調整していきましょう。パワーは 3000W ぐらいまで上げておきます。では続いて他のライトも設定していきたいと思います。ライトのポイントを選択したら G で手前側に、 GZ でもう少し上の方に上げていきます。ちょっとライトが明るすぎるのでパワーを 5W ぐらいまで下げて半径はもう少し小さめにしていきます。カラーも少しだけ暖かいカラーに変えてあげます。こちらのライトをシフトプラス D で複製したら左手前側にも持っていきます。位置も適当に調整して少しだけこちら部分が明るくなるように設定してあげましょう。あとはもう少し調整していきたいと思います。調整ができたら今度はコンポジッティングというタブに移動していきたいと思います。ノードを使用にチェックを入れましょう。チェックできたらレンダープロパティの中の最大サンプル数を64ぐらいまで下げておきましょう。下げることができたらコントロールプラス S でとりあえずブレンダーファイルは保存しておいてください。ビューレイヤーの右側にあるレンダーというところをクリックしてレンダリングをしてみましょう。ちょっとピントが甘かったりしますが、カラーを変えるだけなので、とりあえずこれで OK です。×をクリックしたら、こんな感じでレイヤーレイヤーに画像が表示されていると思います。さすがにこれだとちょっと見にくいので、シフトプラス A から出力の中のビューアーを選択します。画像と画像をつないであげましょう。画像がちょっと大きすぎるので V を押すとこんな感じで縮小されると思います。Alt を押しながらマウスカーソルをクリックすることで移動もすることができます。ではカラーを変えていきましょう。まずはシフトプラス A からカラーの中の露出を選択します。レンダーレイヤーとコンポジットの間に入れてあげましょう。ビューアーの方にも画像をつないであげます。ではカラーを早速変えていきたいと思います。露出を上げるとこんな感じで明るくなってくると思うのでお好みで調整してみてください。続いてシフトプラス A からカラーの中の輝度コントラストを選択します。コントラストも調整してあげましょう。あんまり上げすぎると彩度も強くなってしまうのでほどほどで調整してみてください。続いてシフトプラス A からカラーの中の HSV を選択します。こちらも色相や彩度値を適当に変えてみてください。
だいたいこんな感じでいいかなと思います。あとはカメラのボケ感など最後調整してまた F12 を押すか、レンダーの中の画像をレンダリングからレンダリングしてみましょう。以上で今回のチュートリアルを終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。 Twitter でも活動しているので気になる方はぜひ遊びに来てください。ではまた次の動画でお会いしましょう。